そっか。最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベルトの意識が消えたことで主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら俺だってホタルを抱きしめてた。少し話そっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないからね。ホタルもそう思うでしょ。さっきの戦い本当に大変だったんだ。ああ、ラインとの戦闘のことなんだけど、まさか俺に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の俺でも末光の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらだ。そうだね。運命の食器。実は、その機能を完全に生かす方法は、今も見つけられてないんだ。でも、まだ時間はある。天理が目覚めるまでね。500年前にカンルイヤで災厄が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。少し前に水神が自分の神蔵を壊したのをホタルも見たよね。規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の俺たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。うん、まあそう言えるかな。ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今俺たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったよね。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界には、いなくなった後でも、誰かの心を癒せる人がいる。でも、そんな彼の存在する権利を、誰が奪った？もちろん、これはほんの一例に過ぎない。俺が天理に抱いてる感情は、言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。ホタル？この世界でそういう風に私を呼ぶのはお兄ちゃんだけだよ。本当はお兄ちゃんに聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないの。あることだけが、どうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの？旅の終点で、果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてるかな？ずっと昔、俺たちが一緒に、他の星々を旅してた時、ホタルはこう言ったんだ。宇宙のどこかで、あの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所には、その花の海が目の前に広がってた。これって、ただの偶然だと思う？それって。俺だって、ずっと思ってたんだ。
ホタル。でも戦争が終わって、あの最後の答えを手に入れるまでは、自分とどう向き合ったらいいかわからないんだ。ましてや、ホタルのこととなると、なおさらね。空間が、どういうこと？主がいなくなったから、もうここを維持できないんだと思う。実は、この空間は、お互いに触れられないだけじゃないんだ。カルベルトが消えた瞬間から、ここで起きたことは、誰の記憶にも残らない。すべてあるべきじゃなかった。俺たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く教えてくれなかったの？